こんにちは、土の花です。さあ、星のカービィディスカバリーなんですけど、今回はね、ゲームの中じゃなくてスイッチの方もディスカバリー仕様にしていこうかなということで、こちらホーム画面からですね、左下任天堂スイッチオンラインに飛んでみましょう。はい、このページに来たらね、ミッション&ギフト、こちらにですね、今だけ、星のカービィディスカバリーのこうキャンペーンギフトが登場してるということで、5月6日までの配信で、金曜日10時に入れ替えられるということで、結構ね、頻繁にコロコロね変わってるみたいです。この中だとみんなどれが好きですか？この車頬張りもいいけどね。僕このバーガーがめちゃめちゃ気になったので、これアイコンにできるらしいんだよね。だから交換していきましょう。交換にはプラチナポイントが必要になりますね。アイコンコレクション、そして背景も変えれる。背景はじゃあいつものね、こちらにしましょう。ワドルディの街。さらにフレーム、これいいよね。これカービィっぽくない？星のカービィフレームゲット。じゃあこれでちょっとデコレーションしていきましょうか。さあ、それじゃあ素材ゲットしたらね、こちら右上でアイコン作っていきましょう。アイコン作るよ。ランダムに作成しました。うわ、ちょっとこれ背景ごちゃごちゃだったな。ちょっと今バーガーに合う背景ないですね。これはまたね、あと3日経つと入れ替わるので、そちらで考えた方がいいな。フレームだけこれにして、キャラクターこれ、背景をプリセットカラーでこんな感じにしましょうか。OK。 よーし、土の子ハンバーガーになりました。よっしゃみんなもね、欲しいアイコンとかあったら、結構ね、毎週変わってるみたいなので、チェックしてね、好きなアイコン作ってね、楽しんでください。ということで今回はね、ゲームじゃなくてスイッチの方のアイコンの、カービィのね、アイコンの紹介動画でした。みんなもゲットしたプラチナポイントで自分だけのアイコン作ってね、みんなに自慢しちゃおうぜ。ということで、土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。